カールマンはフランク王国の救済。カール・マルテルと聖祭クロドトルードの長男。カール・マルテルには聖祭との子であるカールマン、ピピン三世の他に即室スワナヒルドから生まれたイボテイグリホがいた。父、カール・マルテルは王国を三分し、密語に分割相続させるつもりであった。これに対し、長子のカールマンは、 741年の父の死後、すぐにイボテ・グリホを捕らえて、修道院に遊兵した上で、弟ピピンと会談し、グリホの相続分を二人で分割した。その結果、カールマンはアウストラシア部分を、ピピンがネウストリア部分をそれぞれ支配することになった。また、737年以来空位であった、フランク王座に、キルペリク二世の子キルデリク三世をつけた。 しかし、747年秋、カールマンは、突然、モンテカシーの修道院に陰性した。その理由は不明である。着難のドローゴがいたが、弟ピピンは、その継承権を認めず、フランク王国全土を、唯一の救済として単独で統治した。その後、弟ピピン三世は751年に、キルデリク三世を廃位し、国王の座に就いた。 ありがとうございます。